皆さん、こんにちは。本日よりスマートタッケン、始めていきたいと思います。担当のレック専任講師の小原といいます。よろしくお願いします。まず、スマートタッケンの特徴なんですが、基本はですね、20分ごとに各分野っていうか、ポイントを確認しながら、短い時間で勉強していくということになります。各分野ごとに90、30ですね。 えー、3科目ありますので、90コマということで、えー、やっていきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。えー、まずですね、えー、っと、テキストの方ちょっとご確認いただきたいと思いますが、この合格、宅研合格、宅研師合格テキスト、権利関係1という、この教材があお持ちでしょうかね。 これを使っていきたいというふうに思います。えー、まずですね、えー、っと、テキストの方で言いますと、まあ、目次がですね、えー、出ていると思うんですが、 こういう形で、え、出題のですね、えっ、ー、と、テキストの構成がずっとなってまして、まあ、これに基づいて、え、進めていくということにはなるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、こうずっとね、見ていっていただくと、必要なことはね。で、まず、宅見の、今日は、まあ、権利関係1回目ということで、今、ちょっとガイダンスも含めてやってるんですけども、え、ここですね、少し、えっ、ー、とですね、えっと、確認をしておきたいのが、ここですね、 えっとちょっと皆様方のテキストに直すというか入ってないと思うんでここが29万3 5三百3 5 4 3万264415.635点っていうのがちょっと抜けてると思いますの、ね、でまだ出てませんでしたのでねちなみに昨年の合格に関しては最年少が13歳最高齢が89歳ということでまあまあかなり。 えーね、幅広く合格はしていただいているかなというふうに思います。で、えー、この中でですね、まず、あの、勉強に必要なこと、まず、いくつかありまして、えー、ご確認をいただい,ていただいいます。まあ、こういうちょっと、あの、ポイントを僕の方で、えー、汚い字で書くよりはということで、売ってあるだけで、まあ、確認程度でいいと思います。えー、まあ、見ていただいたらね、まず、あの、卓券試験っていうのはですね、えー、まあ、ここにも書いてありますように、 50問、まああの、免除なければですけども、えー、1分を3分で解くと時間がオーバーします。ということは、50問を読み切るスピードが欲しいと、まあ、瞬時にいわゆる正誤判断する、ねえー、力はつけてほしいなというふうに思います。まあ、これが一つのポイントかなというふうに思います。はい、そしてですね、えー、続きまして、えー、これもちょっと見ていただくと、一応、出題の内容をちょっとこう上げておきました。 一応、分野としては、権利関係、テキスト、今、今日からやってます、権利関係、そして、えー、っとこれが行法っていうのが2冊目になります、それで制限と税で3冊目ということで、それぞれ14問、民法、こうね、出ておりますので、8問、こういう構成になっていると、ここからの出題ですよということを、まあ、ご理解いただいたらいいのかなというふうに思います。まあ、こんな形で えね、理解をしていただいてそれからですねえー、っとまあ必要なことをちょっとお話をしておくとちょっと書いておきましたええー、試験に必要なことは一体何なのかということなんですが、えー、まあここに書いてありますように、えー、得点する問題と捨てる問題を見極める必要があるかなと思いますでじゅ、えー、じゅ去年ですね合格点35点という先っね、えー、言いましたから15問捨てても合格できたわけですね ということは、どこでその、いわゆる15問というの浄化があると考えてもらったらいいんですが、まあ、パスということですね。ということは、過去問で見極めてほしいです。ということは、過去の出題は、確実に得点すると。これが、まあ、必要になってくるかなというふうに思います。確実な得点がね、できれば、まあ、それでね、間違いなく進めていける内容じゃないかなというふうに思います。いいでしょうか。ね。で、えー、 よろししいでしょうかねそして、えーまあ、合格に必要なあ参加条ということで、えー、一応私の方から挙げさせていただくとまず一つは言えることは、えー、合格をしたいと思うことですね、まあ、誰でもそうなんですけどもやっぱり気持ちがだん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 ぶれてくるっていうのも事実なんですね。だから合格ののためめ学習を始めるとということで まあ、いろんな方法があります今こうやってますスマート宅球みたいな方法もあれば本買って読む人もいれば学校へ行く人もいろいろいるんですがまだ、あ、勉強始めるとそして最後までやるもう最後まで10月の21日の試験まで走り続けるとまあゆっくり休むこともあるけどもやり続けると継続ですねだからまず動機づけ実行それから継続これで必ず合格はできると思います合格は私は確信していますぜひみんなね、えー、一緒に合格できるようにね 頑張っていいいけたらとううふうに思います以上か、はい、では、本題に入りましてテキストのほうなんですがテキストのほうで言うとあのここちょっと見ていただきますとこれが9ページですかねテキストのほうで言いますとずらっと1から25まで出題。 去年どんなのが出たかなってていいうのはここ見ていただくとわ、えー、かるんですねただまあかなりの幅はありますので、えーまああのー、全ての理解をというのはなかなか権利関係難しいんですがよく出てる例えば1番目の石王寺たらずっと出てますしとかね、えー、こういうのはまあ取れるようにしておきたいというのが本音かなというふうに思いますでしょうか。ね でえー、それからですね、えー、では本題に入りまして、まず意思表示っていうところの、今日はちょっと、まあ、今、ガイダンスをちょっとやらせていただいた関係で、えーまあ、契約についてのお話をちょっとさせていただいたらと思うんですが、えー、ここのところで、これも出題が出ておりますのでね、えーまあ、ここ見てもらうと重要度もええというふうには出てますので、でえー、まず契約の成立ということなんですが、ここのところを見ていただくと、 これ10年間でゼロ回ということはそんなに出題がないんですね。ということは、この契約の成立という言葉自体を試験で聞いていることはあんまりないということなんですよね。出題としてはですよ。で、ただ、あの、竹の契約っていうのはですね、まあここにも書いてありますけども、当然売買や賃貸借とか、 ま不動産の場合は家を買うか借りるかどちらかなんでまあその辺がね、えー、そういう形にはなってくるのかなというふうには思います。これだから契約の成立という内容を理解をしておかないといけないかなというふうに思いますね。いいですかね。はい。では契約っていうのは一体何なのかということがまあ書いてあってまあ、この辺に申し込みに対して承諾とかこうずっと書いてありましてね。でまずねここでちょっとあの大事になってくるかなと思うのは宅建の勉強の中でここの えー、無効と取り消しっていうこの言葉ですね無効と取り消しどう違うのということなんですがまず初めて勉強されるとなかなかこれ苦手な方も多いんですねで向こ、えー、と取り消しの違いをまず理解をしていただくとここですもうちょっと先に線を引いておきましたがまず取り消しっていうやつね取り消しは取り消しね、えーまあ、すでにまあそういう契約が成り立っているところで一応有効です 一応有効です。成り立ってますからね。一応有効ですね。ここね。一応有効。ね。16ページですよ。今、テキスト16ページね。で、えー、一応有効と。で、取り消す旨の意思表示をして初めて契約はさかのぼって無効と。ね。だから逆には取り消さなければずっと有効やということですね。で、無効っていうのは、こうやるんですね。無効っていうのはですね。 無効、えー、というのは、そこにもありますように、えー、契約を提供してせあ、何もないんだから、当然に無効やと、無ですわ、ですね、だから、ここで明らかに違いますよね、取り消しは一応有効、ですね、無効は効力がない、明らかに違っておりますんで、えー、この辺ね。 えーまあ、よく言葉としてどう違うんですかっていうのはやっぱよく言われる方もいらっしゃいますのでその辺ちょっと間違いのね内容、えー、にしていただけたらなというふうに思いますいいでしょうかねはい、えー、そしてその契約の成立のところここです、はいえー、契約は原則として意思の合致成立する書面はいらないというこれ合格ステップ1ですねですね だから契約というのはね気持ちいわゆる合致したらそれでいいんだっていうことですねだから契約書先生家買うのに契約書いらないんですかだって契約書本とはいりますけどもねあの例えばローソンでパンを買うコンビニでパンを買うのに契約書がいるのかっていう問題ですよねそんなん普通いらないですよねどう見ても。そんなあの その辺で物を買うのにですね。全てが契約書がいるかいたら、高価な買い物に関しては契約書はいりますよね。これだから民法上は契約としてはいらないということですね。いらないということです。ただ、宅建業法という世界ですね。まあ、2冊目のテキストなんですが、に何かに出てくるのは当然ながら37条書面といって契約書の必要性を謳っているわけですね。だからこの辺をですね。えー、ま、法律が変われば。 不動産に限定されてるやつやから契約書がいると。そいうことですね。その辺の違いをね、押さえてくださいね。あ、で、あの、ちょっと勉強としてですね、あの、このテキスト、こう,こういうのがありますね、これ。これ実は、あの、なんていうんですかね、洗濯バサミなんですね。で、これ非常によくて、こう見ていただくと、こう,こう,こう,こういう形で、テキストのね、ここをこう押さえるとね、開かないんですよね。 普通テキストってこうバタバタバタとしてしまうんですけども、これね、受講生から先生ということで、こんなんあの大体家いいに大体お持ちだと思いますんで、これがいいんですよ。ああいうあのクリップ類はね、ちょっとね、弱いんで、こう開いてしまうんですけどね、これいいですよ。勉強のともに問題集を開けたりとか、テキストを開けるのに使っていただいたらいいのかなというふうに思ってます。いいですかね。契約の成立というところ、よろしいでしょうか。ね。で、今言いましたように契約の成立の位置をまとめたのをちょっと示しておきたいと思いますので、 えー、これを見てくださいねはいまずあの契約の成立のところで権利義務が生まれてくるということなんですがまず売り主 A さんが B さんに家を売るそして、えー、当然飼い主はお金を支払うということで、えー、例えばこの不動産についての登記引き渡しに関してはこの売り主が義務を持っているわけですねそして買い主 いわゆる代金の支払いなどについては飼い主が義務を負ってますよねだからそれぞれが権利者であり義務者であるということですねこれを見ていただくとねだから困難んんを何て呼んでるかというとただじゃないですか優勝ですよね優勝これに対して無償っていうのも当然ありますで総務両方が義務を負ってますね例えばお金を借りたなんかになると片一方だけやからこれは偏無っていうわけですね 惑星っていうのは承諾で成立している、この承諾の惑ですわ。惑星契約、口約束でいいんですよと。売買契約、まあ、賃貸これ今、賃貸借もそうなんですが、優勝、総務、惑星の契約なんですね。だから、登記や引き渡しや代金の支払いは関係がないんだよという言い方をするわけですね。これが、あの例えば、これが無償で、変無で、用物、ものが必要な契約もあるんですよ。 例えば質屋さんに物を持っていくとなるとそれは当然ながら、えー、物が必要でしょ口約束ではありませんよな物を確認せんと金は貸してくれないわけですからねでよくあるんですがあのー、じゃあどっちが権利者ですかどっちが義務者ですかあえたら圧倒的に売り主がっていう方が多いんですよでこれはなぜかというと権利義務をこっちで見てるからね下いわゆるお金の支払いとこれですねこれで見てるからということになるわけですねですかね まあ、そのへんがです、ねえー、違いとしては、あ抑えてておいていただきたい内容かなと思いますだから、あのーまあ、口約束で契約は成立するというのは、今、勉強している民法上のことであってです、ね、別に世の中では、例えば不動産取引き、卓、ま、球、あ、なんか不動産なんですが、それに限定された法律では、学生契約だけでは信用がおけませんよね。でしょ だってお金を払ったは口約束で買いますわいて1,000万円は1億円はいそのそとんでもなくな費用ですからそれは当然ながらやはり契約書を交わすさっきも言いましたように37条書面なんていうのが出てくるわけですね。だからまあこういう形でえイメージしていただいたらと。 そして、特に今権利関係の勉強を始めたんですけれども大事なことはここの図にありますように別に人の顔はいいんですがこれを A さんと置くのか問題の中では AB とかになるんですがやっぱり図にするということですね。やっぱりその図に書けると何を問おうとしているのか誰が買い主なのか売り主なのか第三者なのかっていうのがわかるわけですね。 でこれがもし書けないようやったらその事例が分からないわけですねで圧倒的に権利関係の問題って今事例問題が多いんですねそんな一般的な話じゃなくてもう完全なる例えば私が皆さん方に家を売ったとか私が買ったとか借りたとかまあこういう具体的な話になってますからそれをこういう形に図に置く。 だから問題を読みながらもし解く時、まあ、テキストもそうなんですが売り主別にこの絵はいいですよこれは今分かりやすくためにちょっと絵を貼ってるだけなんですけどもまあこういう形の図を自分で作れるかどうかっていうところなんですねだからこういうことをイメージしていかなくてですねで本を読んでるだけではやっぱりなかなか進まないんですねただまあスマートタ建ケンですから20分の間にパッと聞いてっていうことがあるんですが自分が問題を解いていくときには何かこうちょっと図にしたりとか。 いうことができるとこ特にこういう人の顔ねおっちゃんの顔とかお兄ちゃんの顔を描くと割とイメージングがしやすいんですねだからこういう形の進め方っていうのが、えー、一番大事かなというふうに思いますだからまあテキストを当然今あのお話をさせていただいてますこれなんかも、えー、まあ非常にスマート卓研ということで短いんでこの合格ステップっていうのを今使わせていただいてるんですけどもね合格ステップをね でただ本文としてはずっとあるわけですよさっきも言いましたようにねこうずっとそれの説明がだから当然ながらそれに基づいて、えー、戻っていただくと当然ながら読み砕けるような参考には非常になっているテキストですからただポイントとしてはこのことを知ってるかどうかっていう合格ステップっていうのがポイントになりますだから今ご、あのー、スマートタッケにおいてはこの合格ステップに基づいて今必要なちょっとこういう、ね、図を出したりとか。 いいう形の進め方を今させていただいてますだからまあこの辺の図のねイメージングがこうやってできればあまあそれなりにねあのあおっちゃんがお兄ちゃんに家売ったんやなとか買ったんやなっていうのが分かればそれはそれでいいのかなっていう感じがしてますだからまずあの権利関係に関しては問題数としては14問なんですがこういう家を売ったり一緒にやっぱりレベルは高いです。 当然ながら司法試験という試験でも出てくるような内容ですから、やはりその辺は確実にね、えぇ、しといていただかないと、やはりあの、点数がですね、合格点が30点ぐらいですとね、例えば合格点が30点ぐらいという少ない時でしたら、当然ながら、 あの少ない点数っていうかその合格の点数がですね間違えるのが20問ぐらいあるんやったら権利関係なんかもういいじゃないかっていう人もいるんですけれどもまあここに年間35点合格ということは7割なんですね。ということはまあ,まあ俗によく言うのは業法を取ったらええやんということで業法全部あったとしても20点ということあと15点は当然ながら取らなきゃならないということになるわけですねだからそれを今後ねやっぱりある程度点数を詰めるようにしておかないとやはり権利業法制限とバランスよくやっぱり取ると。 まあ特にまあ業法は取りたいんですけれどもやっぱり権利関係もねそういう意味ではえそしてさっきも言いましたように時間がかかるんですね権利関係の読み取りはで特にえ瞬時にやっぱり判断できるようなっていう先ほどちょっと一番最初に言いましたけどもそのためにはここに書きましたようなねやはりこういうババッとこう読んで図にするまあこれちょっと細かいですからこんなんはいらないですけど例えば A とか B とか書けるようにね 問題で誰が売り主で誰が悪いことしたんやとか誰が被害者やとかいうことを自分の中でねやっぱりあのすぐイメージングできるようなやっぱりそれはピクチャーで図にするのが一番いいかなっていうふうに思います。だからまあテキストなんかでも読みながらこうちょっと横にね書き込んでいけば非常にいいのかなっていうふうに思うしまあそういうやり方をどんどんしていくと。 いうことは、ね、でやっぱりこうあの読みながら手動いてる人見がねこう読みながらこう手動いてる人を見るとです、ね、かなりやっぱりレベルアップしてるなっていう最初はねそのシチュエーション自身がやっぱり読み取れないっていうのが現状にあってそれではなかなかやっぱり問題としてはね。 えー、解けてないのかなっていうふうには思うんでまああのー、スマートタ建ケンという20分の中で、えー、ポイントを理解してそれをずっと何歩かにずっとやっていって前半をやるというコースですからまあ、あのー、ど,んどんどんどん深くはいこ,こうと思えば、あのー、本文を読めばあるんですけどまずは最低限度柱をきっちりするというところが必要かなと。でそのたためににには今言いいまししように図にしていく それはなでかじゃ先さっき言ったように時間との戦いに勝つということですよね。まあこの辺が必要かなというふうに思うんで、ぜひまあ、あのー、読む時にはこういうね、えー、図のイメージがね、えー、していただけるとありがたいかなという感じがしてます。まあ、あのー、特に今日の今やってる1回目はちょっとガイダンス的なことと、この契約の成立のおイメージ。ね、えー。今家こうたらどんなことが起こるのっていうあたりをね。 理解していただけたらかなというふうに思ってます。まあ特にあのきっちりとね、えー、これから、えー、内容には入っていきますのでね。まずはあここのお一応出だしを理解していただけたらかというふうには思ってます。まああの二、ー、十分二十分という短い時間でパンパンパンやっていきますのでね。えー、割とこうおタイムリーな勉強もできるかなと思いますのできっちりと。 またやっていただけたらと思います。まあ私の方では1回目の授業、この辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。